ロサンゼルス軍都市圏交通局 E 線は、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス軍を走る、ライトレールである。ロサンゼルス軍都市圏交通局が運営する。セブンスストリートメトロセンター駅、ピコ駅間は、A 線と線路を共用する。2012年4月28日に、第一機区間であるセブンスストリートメトロセンター駅、カルバーシティ駅間が開業。 2016年5月22日に第2期区間の終点であるサンタモニカまで延伸した。路線の内ピコ駅ジェファーソン、USC 駅の先のフィゲロアトンネルまでは新たに付設され、トンネルの先で1988年まで貨物輸送が行われていた路線跡に合流している。サンタモニカ駅までは一部を除きその線路跡をトレースして建設された。2020年、 路線名がエキスポ線から E 線へと解消された。エクスポラインの開業部分と延伸部分、開業当初は日本車両製の P865、P2020 系、シーメンス製 P2000 系、アンサルドブレーダー車製 P2550 型を用いられていたが、先に日本車両製 P865、P P2020 系の老朽引退と度重なる納期地延で投入打ち止めとなった P2550 型に代わりサンタモニカ延伸隊を投入の新型車両が近畿車両製 P3010 型が現在幅を利かせている。このため LA 発の日本製電車として君臨した日車製 P865 型が現役引退をした。 現在活躍している電車は p 2 0 0 0系、p 2 5 5 0系、p 3 0 1 0系の3形式である。ありがとうございます。